はい、皆さん、こんにちは。シスです。じゃあね、早速、ロックルート。ロックじゃねえや。マッシュルートだよ、マッシュルート。よし、マッシュルートをやっていこう。マッシュルートってなんかマッシュルームっぽいな。オルトロスとの戦いの末、イカダから投げ出されたマッシュ。果たしていく手には何が。こいつなんか水の中でも大丈夫みたいな。何なんだろうね。アマさんなのかな。よし。よしと言ったものの、どうしようか。とりあえず、ここに怪しげな。お!あ、え?え?え?なんか今通り過ぎてったけど。旅のものか。あ、こいつマッシュだった。仲間とはぐれてしまったナルシェに行きたいのだが、どう行けばいいか知らないか。東の森を抜けたところに帝国が陣を張っているらしい。なんでお前シャドウいるんよ。アドマか。なんか毒で、毒ガスかなんかで、なんかね、ドマが狙われてるって話を、ね、セリス?セシル?セリス?が言ってた気がするけど。はいはい。ナルシェへ行くには、ドマを抜けるしか道はない。おお、案内してくれよ。気が変わったらいつでも俺は抜けるからな。なんだお前、どうせつい、なんだろう。ついてきたいんだろ?はい。俺はいつでも死神に、俺はいつでも死神に追われている。マジか。かわいいな。かわいいな、シャドウ。シャドウどういう系だろう。装備を見て、屋内。ああ、忍者か、忍者か。最強。そうか、そうか。で、アクセサリーが、あー、ロックの外しときよかったな。どうしようかな。ナイトの、ナイトの心得をシャドウにつけるのはおかしいか。ナイトの心得マッシュにして、マッシュ後ろに下げるか。なんかあれだよね。マッシュの、なんだっけ、爆裂剣か。爆裂剣、後列からでも確かダメージが変わりませんよ、みたいなコメントがあった気がするので、マッシュを下げましょう。よし、行こうか。で、待てよ。これ絶対なんかあるだろう。なかった。ここは、なかった。こんにちは。ん?なんだこの音楽は。酒、酒を持ってこい。おい。ん?おう、時計の修理屋かい。ダウンマットだぞい。いや、俺は修理屋なんかじゃない。ほれ、そこの壁にかかっておるだやろ。もう何年も動いとらんのだ。1年、5年、いや10年かの。ボケ老人。ガラフ系じじい。おう、そうか。芝刈り機の修理屋か。あんたのサービスが悪いから庭の。はい、そうか。え?何 ?15? ストーブ?な。おーちし。わしには子供などおらん。え?十ヶ原に放り出すぞ。どうかしておるぞ。あ、こんにちは、こんにちは。はい、こんにちは。私はチョコボの道具屋さん。この辺りじゃ知らない人はいないよ。はは、さてはお客さん、よそ者だね。おー、道具屋さんがあるのか。ポーション買っとくか。多分ポーションないからな。ポーションを、に、すげー俺金持ってんな。20くらい買って、ペニオ、テントはいらない。テント2か。まあいいだろう。羽根付き帽子。ああ、そういうことか。シャドウが上がるわけか。まあ安いし、シャドウ分を1個買っておいて。この葉隠れ。ん?影分身?なんだこれは?あれ?これ上がるかどうか出ないぞ。なぜだ?なぜだ?コマンド投げるで。え?投げるで透明になります。ほう。投げるで分身?あ、必要なのかな?てか、手裏剣安くね?
え？だって手裏剣って5だとクソ強かったわけだが。このハグレとかゲムシン高いなぁ。まあ、いらないだろう。ダッシューズも、あ、ダッシューズか。まあ、ティナンと合流したら、まあ、あ、でも別コード多いのかな。まあ、いっか。ダッシューズ操りきれんからな。前取り。はいはいはい。よし、これでいこうか。で、ドマだっけ？ドマか。まあ、下だろうな。あの下の、なんか、白い点かな。で、ここで、やべ、なんだっけ。必殺技、必殺技が、とりあえず戦う。必殺は左、右、左、丸。合ってるか。爆裂剣。よし、これで後列からでも、攻撃が効くようになったはず。あ、投げるも試してみるか。手裏剣が、強いのかな。うん、強い。オッケー。まあ、それはいいけど、爆裂剣以外の、あの必殺技はもう後列からダメージ変わんないのかな。なんかいまいちシステムがよくわからない部分もあるんだけども、まあ、よしとしよう。まあ、せっかくだから、ちょっとやってみるか。メテオストライクとかも。必殺技、効果。で、戦う。メテオストライク。ドコーン !173。よくわからんぞ。あれ、爆裂剣っていくつだっけ？爆裂剣が、あー、下がってんのかな、やっぱりダメージ。となるとやっぱ爆裂剣メインで、後ろ下げて爆裂剣メインで進めていくのが、いいかな？あれ？まあ、ここ行けそうなんだけどな。ここかな？あ、ん？これイベントか？帝国軍陣地。え？これまさか隠れ、あ！びっくりした。勝手に動いた。これが帝国の陣地。かなり兵士が多いぞ。あー、そういう系か。あれ、おい、知ってるか。あ、あの話か。声が大きいぞ。おう、ケフカに秘密の話ですか。どうもあいつはレオ将軍を我が軍から追い出して自分が将軍になろうと企んでいるらしい。レオ将軍って誰だ。冗談じゃないよ。あんなやつが将軍になるんだったら実家に帰らせてもらうよ、本当に。でもさ、将軍って言ったらさ、あの美少女が将軍だったわけでしょ。クソ羨ましいわ、この帝国軍。あー、来たー、ピエロだ。おぉ。おい、こら。お前らきちんと見張ってるか？ん？はは、これはケフカ様ではございませぬか。ご機嫌はいかがでございましょう。ケフカなぁ。ケフカもちょっとなんか可愛いよね。嫌われてんな、ケフカ。レオ将軍ってやつはいいやつなのか。はいはい。ケフカの野郎はレオ将軍みたいに人間のできた方とは違う。レオ将軍に会ってみたいな。おい、そこの二人、これよりドマ城に。あー、毒攻撃は良くないよ。そういうのはね、戦争でも禁止されてるって誰かが言ってた。生物兵器は良くない。で、おお、鉄壁のドマ城に対して突撃。なんかこけたやついたけど大丈夫か。なんかこれ商人の格好してない？ダメです、防ぎきれません。これまでか。待たれよ。誰？待たれよ。かっこいいな。ここは拙者にお任せあれ。あー、なんかこれ侍じゃない？
お、仲間っぽいな。己の主君に忠誠を誓い、王国のために剣を振るう異国の戦士、信じる者を守るためなら、死をも恐れぬ勇気を持つ男。侍っぽくない髪型してるよね、なんか。よくわかんないけど、なんかイグザイルとかにいそう。あー、全然違え。なんだこいつは。ドラゴンボールとかに出てきそうだな。カイエンか。はいはいはい。タオパイパイとかこんなんじゃなかったっけ、よく覚えてないけど。敵の隊長さえ倒せば帝国軍は撤退するはずでござる。ござる、行くでござる。変な喋り方するわ。お、拙者切り替えは好まぬ。カイエン殿、敵の隊長を倒してください。あ、俺もしかして開演操作じゃない。逃げるわけにはゆかぬ。待てよ待てよ。アクセサリーもう持ってないかな。もうしまったな。装備アシュラ、へえ。まあやってやろうじゃねえか。俺は雑魚から倒す、俺は雑魚から倒す。ここでまずカイエンさんの使い勝手をね。必殺剣、え、ちょっと待って待って、今なんか、え、必殺剣、え、なにこれ、え、え、必殺剣トラ、え、弱くね、え、なんか俺間違ったのか。え、ちょちょ、もう一回やりたい。あ、まあちょっと一体になってからやるか。ちょっと攻撃激しい。戦うでそんな弱いのか、もしかして。え、だって戦うのは強いぞ。で、ここで、トラッとか言いながら50しか与えてないからな。必殺剣、1、2、2だ！必殺剣2。必殺剣2。え、なに？わからん！わからん！余計なことやめよう。戦うにしよう。やべ、死ぬ。おい？俺今必殺剣やってなくね？え、ならよ、強っ！え？え？え？わからんかったぞ。どういうことや？まあ、とりあえず、隊長さんを、倒しますか。我はドマ王国に仕える戦士カイエン、いざ尋常に勝負いたせ。だがこっちは必殺剣がよく分かっていないぞ。隊長、あ、隊長硬そう。あ、必殺剣1、2、3や。トラ、でこれ弱いんだよね、なんだろうね。あ、強い。え、2、2、2。あれ、じゃあさっきのやつは何だったんだ。戦うでどのくらい食らうんだろう。あ、157、強い必殺剣の方が。じゃああれか、必殺剣2も試してみるか。必殺剣1、2、よし、2。空、これがよくわからんのよね。何もしないと思ったらこれ次のターンにあれか、通常攻撃と一緒に必殺剣クー、ジュシャ、あ、これ強っ。よくわからんけど勝ったからよしとしよう。隊長がやがられた、逃げろ。わら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 、籠城して敵が疲れるのを待つでござる。はいはいはい、これでカイエンさんが仲間になるのかな。おーおーおー、え、シャドウなんだ。こう、そうだね、このシャドウと間を一マス空けてしまう、距離を空けてしまうマッシュっていう、まあ、やっぱそうなるよね、ちょっとね。これを見つからんようにこの辺にある宝物を
で、あ、見つかった。あ、え、お、やばいやばいやば、なんかありそうだな、この辺。あ、なんもないのか。戦ってみる？こんにちは。うわ、マドアーマーいるし、逃げるか、逃げるか、逃げるか。逃げらんない。え、え、え、左、右、左。投げるで、手裏剣。やばい、やばい、やばい。爆裂剣。倒れそう、倒れる。反撃カウンター持ちか。手裏剣投げて、倒す、倒すだろ。必殺、左、右、左。回る。マドレーザー、やめて、やめて、やめて。投げるで手裏剣、爆裂剣じゃない方がいいのかな。こっから、おお、なんだ、倒せんじゃん。ビビったー。よし、これでこの辺の敵は全部いけるということが分かったから、まあ、ちょっと回復しの、よし。お、ワンちゃんワンちゃん。ワンワンワン。なんもないのかな。お、うん、蓋が開かないぞ。よーし。蹴飛ばす、叩くやめとく、蹴飛ばす。ドーン。てててて。え、犬？ドーベルマン3体。やだな。投げるの手裏剣で、必殺は左、右、左。よし。で、強い。で、爆裂剣。あ、爆裂剣、狙った敵に行かないのが痛いな。手裏剣。必殺技。やっぱ、とっさに出る必殺技が、やっぱ爆裂剣なんだな。あ、逃げる系か。オッケーオッケー。何がもらえるかな。あれ、ああ、おお、ペンダントか。まあ、ペンダントつけるような柄の2人じゃねえけど、あ、え、こんなの持ってたっけ。敵の攻撃を受けると一定確率で反撃します。いいじゃん。毒状態を防ぎます。あ、でも待てよ、こいつなんか気まぐれでいなくなるとか言ってたな。いなくなるかもしれんやつにつけとくよりはきっとそのまま仲間になるであろう。こいつにつけとくか。よし、これでいいかな。行くでごわす。なんかすげえロボットあったけど。あ、レオ将軍だ。ドマのものは籠城戦の構えです。お得意の戦法で来るか。ああ、また画面が真っ暗になった。オッケーオッケー。なんかこの前もあったけど、何なんだろうこれ。城を攻める心が前はできています。はいはいはい。そう焦るな。なるほどね。これが地匠レオ将軍。マランダ出身だな。ほう。しかしなぜ。国には家族もいるだろう。この私にお前の剣を持って家族のところへ行けというのか。その時私はどんな顔をすればいい。お前は帝国軍の兵士である以前に一人の人間だ。無駄に命を落とすな。ガストラ皇帝もきっとそうお望みだ。かっこいいけどなんか若干ハゲてね。はい。あ、違うのか、こういう髪型なのか。レオ将軍、ガストラ皇帝からの伝書鳩です。伝書鳥です。
何？ほう。やべえ、これケフカが指揮を取ってしまうではないか。やべえ、これ早まった真似させるではないか。レオ将軍か。敵とはいえなかなか運別のある男のようだな。じゃあレオ将軍にちょっと挨拶してくる。レオ将軍がいなくなったらこの川の水を毒に変えてやる。うわー、そいつは一番やっちゃいけねえやつだぜ。うわ、卑劣な真似するわこいつ。そう、あ、俺ら見つかってしまうけど、レオ将軍は空気が読める子だから見て見ぬふり。いい子ぶりやがって。ふん。毒は用意できたか。しかし毒はダメだとレオ将軍に。うわー、最悪だなほんとこいつ。ゲスだゲス。やべやべ、お出てくんか。うるさいやつめ、痛い目に遭わしてやる。まさかラスボスとの戦闘がこんな序盤にあっていいのか。必殺技、とりあえず爆裂剣からで投げる。まあ投げなくていいか。なんかちょっと手裏剣を、痛い、合ってた。待てケフカ、逃げる気だな。待てと言われて待つ者がいますか。そして置いてかれるシャドウ。え、なんか行くのみたいな感じで、あ、俺も行くけどみたいな。待てって言われたけど、絶対こういうのはこっち側にアイテムがあるんよ。ないよ。ないんかい。やばい、早く、え、気持ち悪い。なんか、これで動いてんのか。なんか乗れねえかな。無理か。こういうのスルーして、絶対なんかアイテムあると思うんだけどな。おっしゃ、ミスリルの、おっしゃ、モンスターかい。ミスリルのコテか、いいもん拾ったな。サテライト。じゃあ違うのやってみるか。手裏剣。気流6ミスだと。あれ違ったか。ちょっともう一回。オーラキャノンは、竜巻旋風脚。オッケー。で、手裏剣。メガバーサク。あーやばい、バーサク状態になったのか。でもいいや、どうせマッシュ殴るだけだし。うわ、弱、高烈だった。いやらしいわ。手裏剣。え、警報が鳴り響く。なんか来たし。やべえ、マッシュが戦力にならない。え、サテライト強くない。閃光弾。うわ、もしかして当たらん手裏剣は必中だってくれ。よーし、倒した。行ってくれ。手裏剣多分普通に殴ったら当たらんだろこれ。でも多分ロックじゃない、マッシュが倒してくれるか。オッケー。あぶねー、強かった。グリーンベレーを手に入れた。もう2人とも生かしたサングラス姿だわ。よし、ここで回復と、あ、そうか。あ、でもな、マッシュはどうせ必中だった気がするから、目薬直さなくていいか。シャドウだけ直しとくか。でもシャドウも投げる、あー、わからんけど、どうしようかな。あれ、目薬がないぞ。シャドウだけ直しとくか。で、ここで回復してからの、ケフカかな。装備、マッシュの、最強。お、グリーンベレーだね。で、こっちも。あ、そうか、さっき羽根付き帽子装備してなかったもんね。羽
はいはいはい。で、ほらよ。はは、しつこいやつだね、まったく。まあ、結構俺しつこくなかったけどね。無視して宝箱当たってたし。投げるで手裏剣。必殺技で、こうかな。あ、こいつ一発殴ると逃げるのか。わざわざ手裏剣しなくてよかったな。痛ーい、待てー。で、置いてかれるシャドウが気まずくなって、あ、いかんきゃってなる。で、次はどこに逃げるんだい。いつまでもお前の相手などしていられるか。こう。あれ、くそ、おい、あとはお前が何とかしろ。かわいそうな兵士。お、いっぱいいる、やべえな。まあ、本気だそう。安いからな。手裏剣は安いからどんどん使っていこう。オーラキャノン。シュイッ。ダッシュ。戦ってみるか。意外と戦うでも倒せたりしないかな。必殺技、よし、つえつえ。お、ハイポだ。これまだ見てないテントとかいっぱいあった気がするが、お、ひひ、何百もの姫、あー、やばい、やばい、毒が。お前、川に落ちる。うわ、最悪だ、こいつ。でもさ、この川ってさ、流れがないのか。普通、下流に向かって毒が広がるはずだと思うわけだが、今、全体に広がったぞ。カイエン殿。ほう。動きがあるのか。ん？水の色が。気づいてしまった。え、なんで死んだの？え、水飲んでないけど。何事？あ、水の中落ちたし、あいつ。やべえやつや、一番。カイエン殿。これは？ペロペロ、毒でござる。なんと卑劣な。陛下お守りせねば。ほんと卑劣だわ。お、動かせるけど、どこ行こう。陛下をお守りせねばけど、今は宝箱が欲しい。陛下、急ぐでござる。急ぎつつも宝箱を回収するでござる。早く陛下のもとへ。うむうむうむ。ああ、下行きたかった。陛下、水を飲まれてしまったのか。開演でござる。目をやられてしまって、お主の顔も見えぬ。なんで。陛下しっかりしてください。カイエンよ、私の父上の頃からこのドマ王国を守ってくれて感謝しておるぞ。すまぬ。あの水すげえな。おお、ドマ王いいやつだな。無理をなさらずに喋ってはなりません。家族のところへ行ってやりなさい。陛下、うわー、マジか、カイエン殿。許せん。なんか、音楽が。これ、カイエンの音楽か。マジか。ん？自動操作。みんな、
しっかりするんだ、みんな。うわ。こんなことが許されていいのか。うわ、ちょっと可愛いっぽいグラフィックなのに。シュン。え？え？嘘。うわ、これはカイエン、おこうだよ、おこう。拙者はドマ王国の戦士カイエンでござる。あ、合流した。許さんでござる、許さんでござるけど、拙者はこっち行くでござる。あ、こんなのはい、助けます。ほらほら、ん、うわぁ、殴られたでござる。ござるは違った。殴られた。間に入ってったのがまずかった。じゃあ後ろから行くでござる。かたじけないでござる。ソルジャー。お、なんかすげえ開演前にない？大丈夫？これ吸い込まれちゃうやつじゃないの？俺5でこんなんで吸い込まれたけど。うわ、つえ。なんかね、鏡のボスにね。もうすぐカイエン吸い込まれるやつじゃね、これ。おお、余裕。超精鋭だな、カイエン。うおー、モイルさんでござる。シュンシュンシン。今度はこっちか。やってやろうではないか。もうこれはどいつじゃ。荒ぶっておる。まとめて面倒を見てやろうではないか。合点でござる。まことにかたじけないでござる。礼に及ばん。俺はフィガロ国のマッシュ。確かにそういえばこいつは結構いい育ちのマッシュではないか。このままでは査定に無勢。確かにね。いざとこっちだ。オーラをいでなすった。逃げるべし、逃げるべし、逃げるべし。隠れるべし。なんか一人行ったけど大丈夫か。おお、乗っていけるんか。はい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 。へえ。手元のレバーを通すんだ。おい、そこで何をしている。クソつえ。あ、シャドウは向こうから。はい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 、よし、突破するぞ。行くでござるけど、さっきのテントが気になるでござる。でも入れないでござる。ここ行けないんでござるか。なんか俺、これ操作むずいぞ。あ、こっち行き止まりでござる。俺降りれねえのかな。あー、残念だな。このテントの中、ちょっと入ってみたかったな。まあいいとするか。ここから先は倒産。え、俺はどこ行けばいいんだ。俺はどこ行けばいいんだ。おい、どこ行けばいいか教えてくれ。とりあえずもう全滅させてやるわ。全滅させてやるわ。お前、この中に隠れてない。出てこい、出てこい。あとはどこや。あれ、行けん。こっちか、こっちか。なんかうまく動かせんけど。そうはいかんぞ。お、こっからそういえば出れるんじゃないか。ここまで来たらこっちのもんだ。ところで、ここからナルシェにはどうやって行けばいいんだ。ナルシェでござるか。ここからでは南の森を抜けるしかなさそうでござるが。ほう、よし、決まった。そうとなったらこんなガラクタに用はない。行こう。
OK! では、北？南？南？南の森に行くところで、今回終わりにします。はい。ではね、セーブしてね、皆さんどうもご視聴ありがとうございました。